PC 輸送システムズは、ロシア連邦、モスクワに本社を置く有限会社。地元のモスクワ市電をはじめとするロシア連邦各地に向けて、路面電車車両などの公共交通用輸送機器の開発、製造、販売を手がけている。PC 輸送システムズのルーツは、旧ソビエト連邦時代から多数の路面電車車両を生産していたウスチカタフ。 車両工場が2002年に開発を発表した、車内に段差が存在しない100%低床構造の新型電車71から625に遡る。様々な事情で開発は2010年代まで延期されたが、この新型電車開発に必要な回転軸を有する低床車体向けボギー台車の特許が遺憾されていた、薄地型府車両工場商社の設計のも 2013年以降、ロシア連邦の各都市に向けて製造が始まる予定であった。だが、ウスチカタフ車両工場側が不利益になる契約内容をはじめとする問題が紛失したことで、両社は対立し、2014年にウスチカタフ車両工場は商社との契約を解除した。それを受け、商社の創設者の一人であるフェリックスビノクロフが、 ボギー台車の特許を活かす形で新たに設立したのが PEC 輸送システムズである。PEC 輸送システムズはサンクトペテルブルクとトベリに生産拠点を設けており、前者はネフスキー電気輸送工場、後者はトベリ車両工場と業務提携を結んだ上で両社の工場施設を用いる形で生産を実施している。認可が降りた2015年から、 ロシア連邦各地に向けて、超低小路面電車の量産が始まり、2016年には、モスクワ市電向きに300両、総額560億ルーブルという大型案件の獲得にも成功している。新技術の導入にも積極的に参加しており、2019年からは、ロシア連邦のソフトウェア企業である、コグネティブテクノロジーと共同で自動運転システムを搭載した。 路面電車車両の開発を始めており、2021年から2022年にロシアや海外市場へ向けた商品化を目指している。また、路面電車車両以外にも電気を用いた輸送用機器の開発にも取り組んでおり、2020年、現在電気バスのパイオニア、トロリーバスのアドミラルが展開されている。ありがとうございます。